杉山神社は、神奈川県横浜市ほどがやく星川にある神社。横浜市内唯一かつ旧、武蔵国の式内社である、杉山神社の論者の一つとされている。星川杉山神社とも呼称される。当社の創建時期は不明であるが、上岸11年に編纂された、俗日本語記に、記載のある、文山の神社や、延長5年に編纂された、演技式神明帳に、 記載ののあるる武蔵区に続き軍唯一の式内とされる杉山神社の論者の一つとなっている。また、江戸時代には、新編武蔵風土機構にて、吉祝軍神奈川両下星川村に鎮座する杉山神社についての記載がされているほか、江戸名所図絵ではこの神社を指して、演技式内社である旨の記載もされている。昭和に入る頃までは境内に杉山津が密集しており、 日光が届かないほどであった。太平洋戦争時には、星川から天皇町、片平にかけての地域が全焼しているものの、当社の裾野は炎症を免れている。下記は当社における祭事、年中行事の日程である。なお、本来の例祭日は9月19日であるが、現在では、例祭が同月の第2週、または第3週の日曜日に取り行われている。詳細は、 当社公式サイト内のお知らせを参照。当社では各主義党や出張祭典、結婚式、新葬祭等を取り行っている。このほか明神神楽会では当社の三周年にて江戸祭林や終わり大庫、かぐ笛、獅子舞などの稽古を実施している。神門はまるに神聖な森を表す三本杉である。杉山神社は 河川沿いにある場合が多いが、当社は片平川沿いの新名台の丘に鎮座している。また、当社の裏手からは2004年に、縄文時代から弥生時代頃のものと推定される遺跡が発見されている。当社にまつわる昔話として、江戸時代に当社のご神木を切り倒して芝居小屋の胸木に使用したが、柳神道の怪異などが起こって、工業を中止したという。 胸着の階段がある。神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川一の19の1、昭和に入る頃までは境内に杉戸松が密集しており、遠くから見た時に境内全体が真四角の重箱のように見えたことから、重箱山と呼ばれた。周囲より高く目立っていたため、灯台ができる以前は横浜港に入る船の目標にもなっていたという。ありがとうございます。